皆さんもお時間が終わりの時にメールにての苦情を送っていただけると嬉しいです。丁寧な言葉を選んでいるようだが、スマップファンの激しい怒りが伝わってくる。写真、スマップは写してはいけない、物議かもした、古畑任三郎での不自然な黒塗り。問題視されているのは、9月13日に放送された TBS 系バラエティ番組、それスノーマンにやらせてくださいの内容について。 この日は2時間スペシャルで、スノーマンに加えて、韓国の男性アイドルグループ、エンハイペンと、女子選抜チームに元モーニング娘。の後藤真希さん、桃色クローバー Z の佐々木彩香さんなどが出演して、ダンスバトルを繰り広げました。有名楽曲のダンスを、その場で間違えることなく、完全にコピーできるかを競ったのです。その中で、スマップの、 ダイナマイトが課題曲に選ばれたのですがテレビ史ライター、イカドウ。国民的アイドルと言われたサンプの、ダイナマイトは彼らの代表的な人気曲の一つだが、スノーマンチームと女子チームは、ダンスを完コピしていましたが、曲の紹介で流れたダイナマイトの歌唱映像がスマップではなく、ABCZ のライブ映像だったのです。これにスマップファンの怒りが爆発。 スマップの映像が ABCZ になっていた件 SNS では昨夜のスマップダイナマイトの映像が ABCZ になっていた件 TBS にクレームのメールしましたはスマップのダイナマイトを紹介する際に彼らの歌と共に後輩が踊ってる映像を使ったの何それなぜそうなるの誰の指示どういう忖度例の高額使用量設定のせい にしても後輩の映像被せて使うってどういう神経なんでスマップ5人の映像も使っちゃいけないのか謎。結局まだ忖度してるんでしょ。こうした背景には、スマップ解散後に新しい地図として活動をスタートさせた稲垣五郎、草薙剛、し、香取慎吾に対する旧ジャニーズ事務所の圧力が依然として影響しているという見方もある。